エリック・ゴードンはアメリカ合衆国出身のバスケットボール選手。インディアナ州インディアナポリス出身。アメリカ男子プロバスケットボールリーグ NBA のヒューストンロケッツに所属している。アマチュアアスレチックユニオン時代はグレッグ・オデンと同じチームでプレーした。高校はインディアナポリスのノースセントラル高校に進学。最終学年に29.0得点6点に リバウンド3.3アシストの成績を残したゴードンは、同校を週 4A タイトルの決勝にまで導き、インディアナ州のミスターバスケットボール、マクドナルド選出のオールアメリカン、ゲータレード選出の年間最優秀アスリートなどに選ばれた。高校バスケ界のスター選手となったゴードンに、多くの大学スカート人が興味を示し、ゴードンはいくつかの大学から勧誘を受けた末に、 イリノイ大学に進学することを口頭で約束したが、その後インディアナ大学の監督が交代したことで、心変わりし、イリノイ大との約束を保護して、インディアナ大に進学した。この行為が、イリノイ大の彼ァンの強い反感を買い、イリノイ大対インディアナ大の試合では、ゴーードンや観戦に訪れた彼の家族に対し、イリノイ大ファンから激しい罵倒が浴びせられた。一方彼の家族や、 その応援団も、ガットゴードンの文字がプリントされた T シャツを着て観戦したため、騒動の日に油を注ぐ結果となった。試合後、イリノイ大ファンに行き過ぎた行動があったとして、イリノイ大の体育監督が謝罪した。大学での1年目のシーズンにゴードンは20.9得点3.3リバウンドを記録。シーズン通算669得点は、マイケルレッドが保持していた。 新人記録を破るビッグ10新記録となった。ゴードンは全米バスケットボールコーチ会選出のオールアメリカ AP 通信選出のサードチームビッグ10新人王ビッグ10ファーストチームなどに選ばれた。大学では1年間だけプレーし2008年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。強靭な肉体と優れた跳躍力を誇るコンボガード。鋭いペネトレート。 ファウルをもらう技術、アウトサイドシュートとオフェンスに必要な能力すべてが揃っている。シューティングガードとしてはやや小柄であり、安定感がない 3P シュートに頼りすぎるところなどが懸念材料である。NBA 選手ではミッチリッチモンドに例えられる。スプリントはコート3、4層。ベンチプレスは約8 4ラムドラフトでは ロサンゼルスクリッパーズから全体7位指名を受けて NBA 入りを果たす。この年クリッパーズはバロン・デイビスの故障に勝手のモブリーのトレードとバックコートが手薄になっており、ルーキーのゴードンにも多くの出場機会が与えられ、11月末からは先発に抜擢された。1月23日のオクラホマシティサンダー戦ではクリッパーズのルーキー記録となる41得点を挙げている。 このシーズンは平均16.1得点の成績を残し、オールルーキーセカンドチームに選ばれた。2011年12月14日、クリス・ポールとのトレードでニューオーリンズ・ホーネッツに移籍した。2016年7月2日、ヒューストンド・ドケッツと4年5300万ドルで契約した。2017年2月18日の NBA、オールスターゲーム前夜祭りの NBA、 3ポイントシュートアウトでは、見事に優勝した。2017年10月25日のフィラデルフィアセブンティー・シクサーズ戦では、102から104で、迎えた第4クォーター残り数秒の場面から、騎士回生の逆転ブザービーター3ポイントシュートを、決めた。新日課であり、高校時代に1年間日本語を学んでいたことから、時折ツイッターで日本語のツイートをすることがある。 ありがとうございます。